Hello everyone! My name is Kenshi Sugiya. Please call me Kenny. I love in the now. 始まりましたね。抜けませんね、英語が。抜けない抜けない。全然抜けない。どこ行っても、道とか聞くときも、Turn right? あ、すいません、右ですかとか言っちゃいますもん。最後の何でした？ In the now。In the now ご存じない。あ、行きましたね。行きましたよ、もう。In the now。In and out。結構最大手のハンバーガーチェーンですか？そうです。アメリカ、まあまあ、西海岸ですね。西海岸にある、マクドナルドみたい。あ、ごめんなさい。マクドナルドみたいな感じですね。どっちかって言ったら、はい。他になんかこう、向こうのチェーン店というか。あー、勉強してきましたね。イケアさん。おイケア、イケアさん、おイケアさんの、イケア、イケア、イケア、通じません。そんなんじゃイケア通じないです。なんて言うと思いますか？イケア、そのままじゃないですか？そのまま読むんですよ。アイケア。あー、コストコね、コストコの話になって、コストコは全く通じなかったんですよ。なんで？そのままじゃないですか？コストコそのままじゃないですかって言ったら、なん、カスコ。カスコって言うみたいで。今日は、うん、まあ今アメリカから帰ってきて、高校も行ってきて、はい、振り返りをしていただきつつ、はい、杉谷拳士と野球に対するこう向き合い方というか、これからちょっとお話をしていこうかなと。はい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 。腰を据えて。いやもうそうですね。今回このアメリカでね、たくさんこう野球というものを学んできましたので、いやなんかこうベースボールを学んできたのかもしれない。まあそもそもサバンナバナナズ。はい、行かせていただいたのも本当たくさんの方たちの関係者の皆様があって、こういう形で成立したことだったので、そこに感謝も本当に皆様ありがとうございますと、感謝の気持ちいっぱいです。どうでした？バナナボール。バナナボールね、もう一つ言えるのはもうファンサービスファースト、うん、もうそこの意識が全員同じ方向向いてたっていうのは感じました。今日来てくださるファンの方たちがどういった形で喜んでもらえるのか、姿勢といいますか、そこがすごく感動しました。行った時にはエンターテインメントに振り切っているのかなって思いましたけども、実際一緒にこう過ごさせていただいた中で、野球に対しての情熱もすごかったんですね。個人で練習して準備もしてましたし、野球のレベルも高かったです。真剣勝負さのがあるからこそ、ああいうこともしたら面白い、エンターテインメントしたら面白いっていう、もう全て本気。ダイビングキャッチしてゲッツー、思わずだってね、うまっって言っちゃいましたもんね。本気だからこそ、やっぱファンの方たちも7回以降ちょっとこうピリピリしてたじゃないですか。点差が縮まって、ベンチの雰囲気も本当にペナントレースやってるかのような、クソって悔しがってる選手もいれば、審判に対してもなんだよ今のっていう本気の姿勢っていうのが、ファンの方たちも熱くなって、より一層こうベースボールを楽しんでるなと思いました。チームメイトがみんな後ろで踊ってんの、あれ見えてたんですか？見えてなかったんですよ。だから後日その動画が出回って確認させていただいた時に、全員完璧な姿がびっくりしちゃって、もうみんな練習してたのって。やっぱりこうそこも気を抜かないプロ集団だなと思いました。普段練習してるダンスって全くないですもんね。全くないですもん。 Kさんが来たからちょっと合わせてくれる。エンターテインメントミーティングでみんなにダンスの動画、今日これやるよってパッと前日か当日か配って、ケニーがこれやるからみんなお願いねっていうことで、全員こうやって調子悪かったって、ね、はい。フィールドに立ってからどうですか？フィールド立ってからなんか、そうですね、試合もちろん歓声も、まあ、5000人だったんですけども、もうほんと3万人4万人いるような歓声に感じましたし、何よりも子供たちの声援が多かったなと思いました。でまた選手との触れ合うところもすごく近かったので、もうケニーケニーって言われて、カスカーとか言いながらサイン書いてましたけど、本来やっぱあるべき姿があそこにあったというか、ファンの方たちにどう喜んでもらえるのか、それはまあ野球もそうですし、エンターテインメントもそうですし、一緒になってこう作っていく姿っていうのが、なんか原点に戻ったなっていう思いはありましたね。視聴者の皆様のコメントでもたくさんあったんですが、日本で見たいと。わあ、
ありましたね。もうコメントも全部いつも読ませていただきますけど、個人的にも連絡もたくさんいただきましたし、見たいって気持ちは僕もありますので、もう野球界がもっともっとプラスになるような、前進するようなお取り組みをさまざまな方たちとしていきたいなと思います。まだまだかかるかもしれませんけども本当に、そこは日本でいつしか、バナナボール、サバンナバナナズが皆さんと一緒になってこう笑顔で野球見れる姿がね、想像しながら待ってたいなと、待っててほしいなと思いますけど、はい、でバナナボール出て次の日聞きましたよね。ロサンゼルスからサンディエゴですか、ロサンゼルスからサンディエゴ、はい、アムトラック乗って、アムトラックも良かったですわ。行く途中にあのエンゼルススタジアム、あの大谷選手のね、あの普段戦ってるところも降りてはいないですけど見れましたし、また西海岸沿いのね海をね横目に、必然的にチューブさんが流れてくるようなねそんな気持ちになりました。海の上走ってるような感覚でしたね。もう砂浜が横にすぐあって、ずっともう海岸沿い、もう景色が綺麗で寝れませんでしたもんね。サンディエゴの気候が、いや気候良かったですよね。空気綺麗、アムトラック降りてサンディエゴの街出た瞬間に映画の世界のようでしたね。空は青いし、街並み綺麗だし、空気綺麗だし、 WBC の時お話しさせてもらった時に、サンディエゴ来いって、サンディエゴめちゃくちゃいい街だぞって言われて、え、そんないいんですかサンディエゴって、来たら分かるからってことを聞いていたので、もうアムトラック降りた瞬間にこのことかと思いましたパドレスと6年契約だったので、サンディエゴの街と6年契約したんじゃないかなと思うぐらい街が良かったです。どこパークです、どこパーク良かったですね。あのそうだからペトコパーク思ったのは、なんかそれこそダルビッシュさんいて、キム・ハソン選手いて、でドミニカン、マチャード選手で、タティス・ジュニア、ジョシュ・ヘイダー、メキシコ対日本戦を見に行った時のような球場の周りの盛り上がり方してたので、当日ダルビッシュさん先発だったんですけども、まあ、ヌートバー選手だったらヌーって始まると思うんですけど、ダルビッシュさんユーってユーイングしましたもんね、思わず僕も楽しく、はい、見させてもらいました。球場はどうでした、まあ、ちょっとスタジアム巡りみたいなのしましたけど、初観戦だったんですけども、なんていうんですかね、あのサンディエゴの街があのクラフトビールが有名みたいで、うん、で球場で飲めるよってお話も聞いてたので、クラフトビールを飲みながら野球観戦させていただいて、15種類ぐらいありました。15種類、飲めない飲めない、あんなに変な話、クラフトビールの打順作れるかもしれませんね1番から9番で、野球チーム作れるんだから、それで控えはこのビールとか言うんだからね4番はこのビールみたいなね、3番はやっぱちょっとこう王道かなみたいな、安定してる言っちゃったりしてね、一発狙えるクラフトビールみたいな一発狙えるのは7番ぐらいに置きたいですよね一昔前のまあ、ファイターズにしたレアード選手のようなね、はい、ペトコパーク面白かったです。だから外もすごかったですね。外なんかボールパークってやっぱああいうことなのかなと思って、観戦できる芝生だから、あの球場内にあったんだ芝生とか。初メジャー観戦いかがでした。いやー迫力違いましたねやっぱり、もう手拍子もう声だけの声援、それがもう迫力が違いましたもんね。一つ一つのプレーでのその歓声、ちょっと野手が弾いた時にワオーってみんな言うし、でファインプレーした時はもう敵味方関係なく拍手してるし、大満足のファースト観戦うん。そこからまたロスに戻りましたね。そうですね、サンディエゴから、ロスに戻りました。久美子さんに会いに行ってきました。いやもう会いたかったのでね、もう久美子さん久美子さんってずっと連絡を取って、ケンちゃんいつ来んのってこの日だと思うんですよねって。まあでもロス行って久美子さんに会ってきて、まあヌートバーの原点といいますか、母親のね、あの思いというのを伺えたので、そこは僕も勉強になりましたし、でチャーリー、旦那さんのチャーリーもその24時間ルール、あなたの好きなようにしなさいっていう教育方法、久美子さんからまた学ばせてもらいました。はい、砂浜も綺麗でしたね。砂浜綺麗でしたね。あれびっくりしました、あんな綺麗な砂浜で久美子さんと対談させていただいて、なんかの特番かと思いましたよ。画面越しで伝わらないと思うんですけど、砂ふかふかだったじゃないですか。あそこ走ったり
基盤があそこにできたってことですもんね。それは足腰の強さこうああなるだろうなと思いましたもんね。バーベキューも面白かったですね。バーベキューね、我々野菜不足でしたからね。だからやっぱ球場行ってでやっぱ試合終わって帰ってきたら夜食べるとこなかったじゃないですか。ちょっとねやっぱりこう因縁なうだけじゃね因縁なうだけじゃやっぱり口元とか荒れてましたもんやっぱ。ただあそこ久美子さん家で回復しましたもん。美味しすぎてちょっとカメラ回すのすぐ忘れちゃったみたいな。もうあのほとんど撮ってなかったですもんね。もう多分すぐ起きましたよね。なんでバーベキューの時になんかいろいろお話も聞けたら伺えたらいいですねっていう取り決めで決まったのにもうすぐ野菜食べてませんでした。もういやでもこれ言い訳じゃないんですけど、はい、もう久美子さんとあのおもてなしがすごすぎて、はい、もうカメラなんていいから食べなさいみたいな。はい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 。でもそのまま置いて甘えさせていただいてみたいな。いやでもお肉も美味しいし、その久美子さんのその味付けマッカンチーズ、あーマッカンチーズ一番好きになっちゃった。次作るのって言われましたけど、そんなすぐにはいけないですよ。さあまた食べに来てって言ったらもう頭の中でマッカンチーズ浮かんできちゃいますもんね。ロスからセントルイス行く前に、はい、若林さんにお会いしましたね。そうですね、若林さん。そもそも日本の野球ってエース番号何番だと思われますか。なんていう何番だと言われてますか。いや、18番ですよね。18番って言われてるじゃないですか。なぜ18番がエースナンバーなのかって、若林さんという方に会ってきた理由は、その若林さんのお父様が戦後の野球を日系の選手で初めて日本でプレーして盛り上げた選手が若林さんという方で、阪神タイガースでプレーされた時にもう伝説のもう投手だったと。その若林さんがつけてたのが18番。そこからエースナンバーという形で認知されるようになったんですって。でその息子さんに、いろいろとお話を伺ってきて、まあ、僕はあの日本生まれの3世なの、はい、父が2世で、でね、父はね、あのナックルはね、あの日本に来たレフティグローブっていう人が習ったわけで、やり方をね、彼が書いてくれて、はい、でそれを持って親父が投げたのが初めてのナックルボールだと思うね、日本で。若林さん、面白かったですね、お話も、ね、はい。ロスからは飛行機に乗って移動ですね、国内に。ロスからセントルイスは何時間ぐらい、3、4時間ぐらい乗りましたね。空港降り立った時どう思いました。これ聞きたいです。僕は正直思ったことあったんですけど口にはできなかったんですけど、どうでしたか。サンディエゴ行って、はい、ロス行って久美子さんのご自宅行かせていただいて、はい、からのセントルイスだったんで、まあ暑いなという。うわー、一緒です。よかった。暑かったですよね。ちょっとこう肌感、あれなんか全然違うとこ来ちゃったのかなっていう別世界のような暑さ、高温多湿っていう感じ。ブッシュスタジアム、それ以上に暑くなかったですか。こう熱気ってことですよね。熱気でセントルイスの街並みが、あのちょっとこうブッシュスタジアムの周り行った時にベースボールビレッジ、村、町なってるの見て、野球ここのスタジアムだけちょっと違うなと思いました。ベースボールランドみたいな、どっから球場入ってんのかって思いませんでした。いきなり殿堂入り選手の銅像があって、グッズショップがあって、でまたその周りにもグッズショップがあったと思ったら複合型施設だったじゃないですか。もう朝でも昼でも夜でも野球を観戦できるような大ビジョンで、飲み物は一択でしたけどね、バドワイザー。ブッシュスタジアムが野球で一番こうスタジアムを中心に街づくりがされてるなっていうの印象を受けましたね、うん、あれは衝撃的でしたね。なんか、はい、本当試合終わっても帰りたくないっていうような気持ちになるというか、まだまだ野球見たいって気持ちもありますので、で試合終わってから違うとこでやってる野球あるじゃないですか。あ、はいはい、その映像だ、そこも映ってたんですよ。だからもうこれいつ閉まんのっていうぐらいもういつまでもバドワイザー飲めないら野球見ちゃうよっていう、それぐらい熱気に包まれるような街だったな。あの球場の作りからして好きになりたい、好きでいたい、でまた小さい時からカージナルスを応援したいっていう、グッズショップにも子供の服、もう0歳ぐらいからの子供の用品たくさんあったので、生まれた時にはもうカージナルスと共に、そんな街だなと思いました。で球場の中入って、はい、まだ入ってないですからねこれね今こんだけ話してるんですけど、まだ球場の外の話なんで、はい、超豪華親子リレーですよ。
いや超豪華親子リレー、それはね本場のヌー、うん、そりゃ聞きたいよ。1番センターヌー。そしたらね久美子さんから連絡ありまして、ラーズ今日出ないってってどういうことっつって、ヌートバー会えるんですよねっつったら、うん、ケンちゃん来ることは知ってるみたいだからすごい楽しみにしてたよって、行ってらっしゃいって連絡来たんですけど、休養日だったんですよね。もう十何連戦してたので、そこの日はこうラーズのこう休憩の日だってことだったので、でヌートバー選手とお話する時間がもらえて、いただきましたよ。久しぶりに会ったんですけど、突然ヌートバー後ろから来たんでカメラ追いつけませんでしたキャリアーっ相変わらずナイスガイで、いろんなお話伺いましたけども、日本代表があって今があるんだってことをラーズ話してたので、それほど大きい影響だったんだなと思いました。はい、久美子さんからお話を聞いてからのヌートバー選手のあの話がより入ってきますよね。全部がつながるというか、涙流しそうだったんです僕聞いていて、でうわでここで涙流したらもう久美子さんからいろんな話も聞いて、でヌートバーのダメだ我慢、涙を我慢しながらもヌートバーと話してましたもん。ラーズがねどんな思いで日本代表でプレーしていたかっていうね、もうさらに応援したくなりましたね。熱く、もうセントルイスカージナルスよりも熱く応援したくなった。ただね出ないんだって試合出ないって言われて、あのカブスとカージナルスの試合だったので権利上あの取れなかったんですけど、鈴木誠也選手にも、会ってきまして、カブスの球場行かせてもらった時にお会いした時に、ケンさんって杉谷さん来てくださいと、夏カージナルスもあるんで、あ、カブスの試合あるんで来てくださいよっていうことも言われてたので、絶対会いに行くから俺と、それは会いに行くよと、せや俺絶対行かせてくれと、それも現実になりましたので、おー行ったら最初こうあれって言ったら、あーって来ていただいて、どうって話になって、いやこれからチーム状態すごくいいので上がってくると思いますよ。で今ほんとカブスがねだいぶ上がってきてるので、これから打ち始めるんだろうなと思ってずっと応援はしてますけど、で笑顔で野球プレーしてたので何の心配もないですよね。やっぱりどこに行っても環境に対応できますし、でバドワイザー飲みながら野球見て、バドワイザー飲みながら野球見て、バドワイザーテラスってのがありましてブッシュスタジアムそこには絶対行きたいと思ってたんですけど、行かせていただいてもう目の前で野球もう熱い試合してるんですよ。でそこであのバドワイザー飲んでたんですけど、より一層野球を好きな気持ちになれるような球場でしたね。 MLB の球場2つ行かせてもらいましたけども、なんか2つとも共通しているのは、行けば行くほど好きになっちゃう、うん、え、また応援したいなこのチーム、え、またこの球場来たいなって、何回も何回も球場に運びたくなるような、そんなこう作りになったのが印象的でした。はい、まあ、30球団ありますから、はい、今後こう行ってみたい球団とかありますか。まあ、西海岸今行かせてもらったので、東ちょっと行ってみたいなって気持ちはありますね。シアトル、ニューヨークはそうなんですけど、やっぱこうメッツ行きたいですよね。千賀投手いますので、ニューヨークメッツで千賀投手が、投げている姿っていうのを目に焼き付けたいなと思ってます。これは長いスパンで続いていく、いやーどれぐらいかかるかな。30球団5種員ですよね、はい、5種員もねまだ2つしか取れなかったんでね、あれはあと28個、もう今僕 の宝物になってます。金庫入れようかなと思ってるぐらいです、はい、今後これからどう野球と関わっていきますか。やっぱりこうファンサービスファースト、そこが一つの原点になるのかなと思っています。これからね野球関係人口の拡大ですとか、入り口は何でもいいので野球を見て楽しいと思ってもらえるような方たちを増やしていきたいですし、なんか野球についてさまざまな切り口で楽しいお取り組みをこれからしていければなと思うようにもなりました。もっとね野球の楽しみ方あると思うんですよ。可能性は無限大なので、もっともっとこう野球について勉強もしたいです。そしてその勉強したことを皆様と一緒になって楽しく野球を観戦したい、応援したい、その思いは強くなりました。すごい熱くなるようだけど、やっぱ野球好きだもん好き、すごく好き。じゃあこれからも面白い
野球コンテンツといいますか、いろんなスポーツのコンテンツが。そうですね、あのアスリートというところに、目を向けて、まだまだ知られてない偉人、もう超人たちがたくさんいますので、そういった方たちにもお話を伺いながら、アスリート、スポーツとはと盛り上げることができたら嬉しいなと思います。頑張っていきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。